札幌のアパート、私にとってここは地獄の果て、ここをテリテリを突き刻まじりじり焼かれて消えてった、昼も夜もない世界でただ一つ私を慰める、時代遅れの一番星、涙の赤土地、風に揺られている次出る酒井悟さんの彼女です。ちなみに熊本から来たって言ってるんですけど、国籍中国なんですよね。そうです、日本の旦那さん見つけたんですよ。何やろうかな次。何ですか。何彼氏。彼氏何。何聞きたい。何歌う。なんか飲みすぎてよくわからんな。ユミやるね。この間コード聞いたやつ。あ、この曲めっちゃいいですよ。古い曲。新しい誰かのために
場所の場に家って書いてボンバーケっていうボンバー家だ家家家そう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 そのそこでやばい恥ずかしくなってきたそこで弾き語りライブやります。札幌のロックスターとかヘルシー&ダイナマイツのヘルシー君、あ、私と彼氏も出ますで27日白石区ピグスティで、あ、私本当はバンドなんですよ。エレキギターをキュンとやるんですけど、それ生豚カラーっていうバンドをやってるんですよ。あの愛肉だがチャイニーズファークって歌やってるんですけど、そのバンドやります。ピグスティです。27日、なんかいろいろ仰げば尊しって企画なんですよね。ポスターがあってこうセーラー服でスカッペロンってめくってこうパイパンをまたこうやって隠してポスターなんですけど、私じゃないんですけど、カズ何喜んでるのパイパンっていう単語にビッて反応したスケベパイパンの時の方は27日、いや、そういう単語いっぱい聞きてえな今夜は。やばいやばいよ、本当に言うよパイパン、あれアマラコのパイパン動揺してる。カズ動揺してる。ということでライブ告知でした。あと来月4月7日、私の引っ越しなんで。以上。みんな来いってこと。あ、北28条。あれやろう。じゃあ彼氏の曲やります。この曲あれなんですよ、彼氏が前の彼女に振られた時に作った曲で、なんか家で、あんたなんか嫌いよ、このソチーンって言われたんだけど、ソチーンは言われてないかデズリンなんで、で、その、そういう曲名曲なんで